金見輸送事件。金見輸送事件とは、1968年、金見倉庫が製造する、食用油に、ダイオキシン類、PCB など、が、製造過程で混入し、その食用油、金見ライスオイルと呼ばれたを取りした人々やその退治に、障害などが発生した西日本一帯の食、中毒事件。福岡県北九州市小倉北区、事件発生当時は、 国楽にある金見倉庫株式会社で作られた食用油、米油、米ぬか油、金見ライスオイルの製造過程で脱臭のために熱媒体として使用されていた PCB ポリエンカビフェニルが配管作業ミスで配管部から漏れて混入し、これが加熱されてダイオキシンに変化した。このダイオキシンを油を通して摂取した人々に顔面などへの色素沈着や 塩素座層、クロロアクネなど肌の異常、頭痛、手足の痺れ、肝機能障害などを引き起こした。金見倉庫は油に大オキシン類が含まれていることを知った後も汚染油を再生成して売り続けた結果、工場のあった福岡と再生成油が売られた長崎に、さらなる被害をもたらした。摂取した患者は現在まで長きにわたり、様々な後遺症に悩まされている。中でも、 妊娠していた女性患者から全身が真っ黒の胎児が生まれ、2週間ほどで死亡するという事件が発生。これは社会に大きな衝撃を与え、学会でも国際会議で優秀と呼称され、世界的な関心を集めた。患者発生の直前の1968年、昭和43年春、金そ噌固性のダーク油を添加した。 配合資料を与えられた鳥40万羽は変死。同年3月頃から、西日本一帯で、ニキビ状の吹き出し物が体中にできる奇妙な皮膚炎にかかる人が続出した。日本全国でおよそ1万4000人が被害を訴えたが、認定患者数は2018年度末時点で2329人と少ない。うち、相当数がすでに死亡している。 家族が同じものを食べて被害に遭ったにもかかわらず、家族のうち一人だけが被害者に認定されるケースもあるなど、認定の基準が被害者には曖昧なものであった。2004年9月29日、厚生労働省の所管組織である国の輸送治療研究班、九州大学医学部を中心とする研究グループは、新たに血液中の大応基神濃度を検査項目に加えた。 新認定基準を発表た。また、自然界では、ダイオキシンに暴露したことの影響と見られる、生殖期間の異常など、動物の危険も見られるが、直接の被害者が男性の場合、生死など遺伝子へのダイオキシン類による被害があっても、親から子へと体内を通じて、直接子孫に影響があると考えられる女性と違い、血中のダイオキシン濃度測定だけでは、 世代を超えた影響は感知し得ないという問題もある。1970年、被害者らは、食用油を製造した金見倉庫、PCBE を製造した金が淵化学工業、金か国の三社を相手取って、賠償請求訴訟を起こした。1977年10月5日、福岡民事第一審判決で、原告が金見倉庫、金が淵化学工業、 かねかに、ほぼ全面勝訴する。日清では、被害者側が国に勝訴し、約830人が、仮払いの賠償金、約27億円を受け取ったが、最高裁では逆転敗訴の可能性が強まったため、被害者側は訴えを取り下げた。この結果、 被害者らには先に受け取った仮払いの賠償金の返還義務が生じることになったが、すでに生活費として使ってしまっていたケースも多く、返還に給した被害者の中からは自殺者も出る至った。なお、カヌカは仮払い金の返還を請求する権利を有していたが、被害者らがカヌカに責任がないことを認める代償として、仮払い金の返還請求権を行使しないという、 内容で和解に至った。提訴は関係者の思惑から全国統一訴訟団と、以上福岡訴訟団に分かれて提起された。全国統一訴訟は国を相手にしていたが、福岡訴訟団は時間節約を目的として、国を外し、金子と金見倉庫を相手とした。和解集結後の認定患者に対しては、金見倉庫は、訴訟患者の和解条件と同様の取り扱いを、 しているが、医療費自己負担分の支払い、一律23万円の一時金、死亡時3万円の総裁料の支払い。金ヶ淵科学工業、金貨は、新規認定患者約80人に対しては和解金300万円を支払っていない。理由として、訴訟時に原告であった人だけを対象として金貨に、責任はないとする条件で和解したため、 その後の認定患者への責任はないとしている。2008年5月、金見油商新認定訴訟を福岡地裁国倉支部に提出するが、金見倉庫株式会社の製造、販売した過失を認め、原告らが金見汚染油を摂取したために、金見油商に罹患したと認めなら、除籍機関により、権利が消滅しているとして、原告全員の請求を棄却した。 原告は控訴していたが、福岡高裁は2014年2月24日、一審判決を指示しこれを帰却。2015年6月2日に最高裁、第三章法廷、木内道義裁判長が上告を帰却し、判決が確定した。1970年3月24日、当時の社長、加藤三之助と男性工場長が業務上過失障害容疑で、 福岡地検国ら支部に告訴され、刑事裁判が行われた。裁判で、社長は無罪判決を受け、1978年3月24日に判決が確定したが、工場長は禁錮1年6ヶ月の実刑判決を受け、福岡高裁に、控訴1982年1月25日に判決が確定し、服役した。 1996年6月、九州農政局は、原告患者本人だけでなく患者の子まで相続人も、含めて一人当たり約300万円、総額27億円の仮払い金の返済督促状を送付した。発生から年数が経過し、特に首都圏などの東日本で事件の風化が進んでいたが、2004年の認定基準の見直しなどもあり、事件が 再び注目を集めることとなった。仮払い金の返還問題についても、特例法による国の再建放棄など、被害者救済に向けた検討が与野党で始まっている。ただ、なお残る健康被害、被害者への差別、偏見など、問題は多く残されている。被害者の検査は定期的に行われているが、具体的な治療法が発見されておらず、認定者の高齢化も、 相まって検査に訪れる人は年々少なくなっている。また PCB は内分泌核乱化学物質の疑いがあるため、被害者の子や孫にも実質的に被害が及んでいる。可能性があるが、被害者の認定が曖昧なため、先日実質どの程度影響しているのか調査も進んでいない。こうした状況を受け、 金目優勝事件関係仮払い金返還債権の免除についての特例に関する法律、金目優勝事件仮払い金返還債権免除特例法、平成19年法律第81号が2007年、通常国会で可決され、成立した。その結果、一定の収入基準以下の被害者に対する仮払い金返還請求を国が放棄し、 借り払い金問題は一応決着するに至った。その他にが2008年1回に限り、輸送の定期健康診断を受けた患者に対し、20万円の健康管理手当を支給することが決定した。しかし、金見倉庫の棚上げになっている500万円の未払い保証金問題が残っている。これは、医療費自己負担分の支払いを金見倉庫が続ける限り、 500万円の和解金に関しては強制執行等を行わないとして和解したため金見倉庫からは一律23万円の一時金しか支払いがなされていないためである。現状において金見倉庫が医療費自己負担分の支払い原資としているのは農林水産省から予託された政府保管米の予託料の年間約2億円でうち約6 霊園程度が医療費支払いに充てられている。福岡県と長崎県の場合、被害者の多い地区では、予償患者医療券を窓口で提示すれば、一部の医療機関では自己負担分の支払いなしで受診可能であ。しかし、それ以外の地区では一旦自己負担した後に領収書を郵送し、後日、1ヶ月後郵貯銀行口座に振り込まれるようになっている。 1970年の三者合意によって、金見倉庫に対して、政府保管米を随意契約によって予託し、その保管料、年間2億円によって、被害者の医療費助成が行われていたが、2010年9月をもって政府は、その契約を政府保管米事業の民間委託に、伴い解除した。2011年以降、米の入庫が行われなくなったため、被害者の間で、 医療費の支払いに関して不安が広がっていた。同年秋、農水省は政府保管前事業の業務委託契約を一部変更し、必要な場合には預け先を指定できるとする内容に変更し、金見倉庫への政府保管前預け入れ業務が再開された。1996年6月、農林水産省九州農政局が金見輸送被害者に 借り払い金の返還について特則上を送付する。2002年6月29日、金見輸商被害者支援センターが設立される。2005年12月2日、安田幸雄弁護士らが金見輸送事件に対する人権救済申立書を日本弁護士連合会人権援護委員会に提出する。2006年4月17日、 日本弁護士連合会が、輸上被害者の人権救済について、国や金子などに勧告書などを提出する。2008年、長崎県五島市で、金見優勝40年イベントが開催され、回復への祈り金見優勝40年記念誌が発行される。2009年、金見優勝被害者支援センターが、第23回東京弁護士会人権賞を受賞。 2011年、金目優勝被害者高級救済に関する請願署名33,592筆を国会に提出。2012年、平成24年8月29日、金目優勝患者に関する施策の総合的な推進に関する法律案が参議院本会議で可決成立し、同年9月5日に、金目優勝患者に関する施策の総合的な推進に、 関する法律金見優勝救済法、平成24年法律第82号として、交付、施行された。内容は、などとなっている。ただし、すでに死亡している患者に対する救済策はなく、金見倉庫が支払う和解金の一部支払い金、年5万円も対象外である。金見側は、和解金の一部を支払うとしているが、年間5万円の支払いの場合、 元金の500万円の返済完了は2113年、令和95年で、金利を入れた場合は2223年、令和205年以降にずれ込む見られる。2013年6月19日、第1回の3社、被害者、国、金見倉庫協議会が開催される。2013年8月25日、金見優勝こ等の会事務局長の宿和都市子が、 大王期新国際会議において、元ベトナム戦争枯れ剤材被害者兵士と共に被害を訴える。台湾輸送事件では、PCB と大王期新類の毒性の遺伝を認め、台湾輸送認定された母から生まれた子は、輸送認定されるが、日本の金見輸送事件では、輸送2世を認定していないため、症状が出ても、認定基準値に達していないと認定されない。 2018年10月26日、輸送被害者の13団体、金目輸送被害者支援センター、ユースク、東京、及び高砂共済市民の会は、金見優勝の原因物質ポリエンカビフェニル、PCB を過去に製造した金高砂工業所、兵庫県高砂市に、製造責任などについて対話する機会を設ける、ことなどを求める要望書を提出しようとした。 2018年11月17日、発祥50周年にあたり、長崎県五島市で、犠牲者の追悼式及び、教訓を考える記念行事、優勝の経験を未来につなぐつどいが、金目優勝事件発生50年事業実行委員会、会長、歌手下関市立大名誉教授によって行われた。五島市福江総合福祉保健センターには、 金見優勝コーナーが開設されている。関西を中心に被害者団体が存在し、国や金見倉庫との三者協議や集会に参加している。金見優勝50年上映会にて上映された、東京新聞、食品公害、金見優勝まだ終わっていない京都まで、上映会、東京、東京新聞長官2018年10月10日、都心面218年10月14日閲覧。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。